ナンバーパークスというところに来たようです、ようですっていう感じで、私もよく分かってないっていうだけなんですが、あ、でもこれあれですね、さっきあの電車到着するときにこう下カメラ向けたところだ、あ、だからここ今ずっとラピート号がこうやってきたという、であそこで降りて今こっちの方まで戻ってきたという、そういう感覚でいいんでしょうかね。じゃあですね、こっち行きましょうか。こっち行ってあそこの橋の下くぐってちょっと行けば通天閣があるっぽいんですよ。なので通天閣ぐらい行きましょう、今日せっかくですから。北海道仕様で来てるので、なんかあのそんなに寒さを感じないです。いや、もう北海道雪積もってますからね、本当に雪積もってるところ来たんで今日は。じゃあずーっとこうやってきて、ここからなんか橋の下くぐれそうなんで、じゃあここをくぐってこっちから行ってみましょう。こうなんか大阪はなんか全体的に食事の値段が割とお手軽価格だなっていう感じです。まあそれなりにするのもありますけれども、あれは通天閣じゃないですよね、似てますけど、似てるというか、まあ、塔だっていうだけ、塔だって以外何にも違わないけど、どう行けばいいのかな、なんか とりあえずなんかこっち、今着いた難波駅の反対方向、要するに今来たところ戻ってるんですけれども、それで行けばいいのかな。天ぷら屋さん、すごいすごい繁盛してる。なんかこう随分古風な建物だなと思ったら、発電所の類かなと思ったら、やっぱりそういう系ですね、電気系の。ナンバー変電所って漢字で書いてある、あの難しい波の変電所って書いてますが、ちょっとなんか味が出てきてますよね、この建物も。このビル今ひょっと見たら、あそこにですね、これ南海電鉄のあのロゴがあったんですよ。ここ多分本社、これも結構なんだろうな、あんまり最近じゃないかなって気がするんですよね。90年代とか2000年代かちょっと分かんないですけれども、あんまり新しい感はないですけどね。またラピート号が来ましたけれども、南海のおそらく本社じゃないかというビルの、ところからちょっと一丁角入っていました。なんかここ、広田神社とかっていう風に書いてあったんですけど、地図見たらば、これは何か由来があるんでしょうかね。ちょっと見てみますか。あ、ただね、ただですね、そうそう、あとね、10分もしないうちにもう日が暮れちゃうんですよね。百景じゃないか、百景寺かな、百の、あの、吉野部の、徳川吉野部の吉。鳥居が1、2、3、4、5、6個ずらーっと並んでますけどね。1の門から6の門まである、そんな感じですが。ここも書いてます。あの、古の道を聞き手を唱えても我が行いにせずばかいなし、島津忠義さん。おう、なんだろう、なんかまあまあまあなんかありそうですけれども、まあこんなのがありますよ程度で今日はちょっととどめておきます。あ、まあ、ここにもありますけどね、都市の中の祭りの発見、赤いの話とか、まあ、こういうところに大体なんかあったりするんだけどな。もうあの通天閣、早く行かねば日が暮れるっていう感じで、あ、こんなところにこんなの、大切にしましょう水準点、これか、多分この蓋パカッと開けると水準点がこんなところに、国土地理院近畿地方測量部ということで、なんかありそうではあるんですけどね、なんかありそうっていうのしかないですね。なんかこういう人中報告かな、尽くす、中世の中ですよね、報いる国にってことですから、陸軍大臣の宇垣、お、陸軍大臣の宇垣一成さん、確か影響戦犯の中でなんか死刑にあった人じゃなかったかな、違ったかな、違ってたらごめんなさいね。なんか宇垣一成はなんか聞いたことがあるんですけども、まあ、何があったかはちょっと分かんないですね、ここ来た感じでは。あ、道路の真ん中やん。あの、なんか分かったのは、なんかあの 地の神様だし、あの地に点々の方の地、地に効くらしいですけど、あのポラギノールみたいな、そんな感じでしょうかね、ポラギノールの神様って感じでしょうか。あ、ということ、まあ、それ置いといて、ここまっすぐ行くと、なんだっけ、境筋高っていうところに行って、それを今度こっちの方に降りて、またグネグネって入る と到着しそうなんですが、ちょっと待って、日没まであと5分。ビジタルって何ですかね、ビジタル、
デジタル、なんでしょうかね。これはひょっと横を見たら、多分この昭和モダンな、なんていうんですか、戦前の昭和モダンな感じの建物がこんなところにありまして、浪速区日本橋5丁目の21番だそうですけれども、これは何の建物でしょうかね。結構味があるな。結構おしゃれな建物ですよね。多分昭和初期の建物じゃないっていう感じで、ここがなんか栄え筋だと思います。多分地図上では栄え筋で、一本こっちの方行って、それで斜めってる道があるので、行って斜めってる道を行けば、まっすぐ行けば通天閣に到着するっぽいですね。地名的にはなんかこの辺日本橋と書いてるな、あれですか、大阪の秋葉原みたいな、そんなようなところでしょうか。で、これが多分阪神高速かな。阪神高速、地図で見た感じですけど、阪神高速な、そうですね、ここ栄筋。さあ見えてきましたよ、通天閣。今日は天気がいいので、少なくともてっぺんまでは登りましょう。この辺はなんか恵比寿町という地名らしいです。でそこの駅が恵比寿町駅になっている。ただ、今日はこの後このメトロの恵比寿町駅から乗って、ちょっとオフ会の集合場所があるので、そこまで行きたいと思います。そんなに遠くはないと思うんですけどね。こちらに書いてある通天閣本通りと書いてますね。なのでこの道を歩いてまっすぐ行けば通天閣に到着するはずです。本通りのゲートをくぐると、もうもろ通天閣という感じでございます。ではじゃあ通天閣に入る前に、ちょっと通天閣の簡単な説明をさせていただきましょうか。通天閣自体はもともと1908年だか1910年だか、とにかく明治の末期ぐらいに、初代の通天閣が建てられました。当時は、エッフェル塔と凱旋門を足して2で割った、なんかどっかのフランスのパリにあるような、1粒で2度おいしいような、そんなような建物だったそうでございます。通天閣という名前をつけたのは、なんか幕末の藩士であるなんだかさんという人がつけたらしいですけれども、こういう人です。字幕の通りです。でもその初代の通天閣は昭和19年1944年に火事かなんだかで壊れてしまったらしいですね。で壊れてしまって、昭和19年だったと思う、でもこの通天閣はそれもあれだからということで、1956年に再建された2代目の通天閣でございます。設計は東京タワー、札幌テレビ塔、などでおなじみの内藤太忠さん、塔博士なんていう名前がついておりまして、東京タワーの2年先輩であるこの通天閣、今ではすっかり大阪のシンボルになってしまいました。さてちょうど照明もつきまして、やっぱりなんか大阪って感じですよね。なんとか派手みたいな、北海道民にはちょっとなんかこう時々ついていけないこの感覚が出てきましたけれども、すすきのもこういう派手さとは違いますよ。なんか日課のおじさんがいる交差点とか、あの辺ぐらいしかパッと思いつかないんですけど、なんかあんまりそこもコテコテじゃないよなっていう。ということで、これも確か2007年に国の重要文化財に指定されておりまして、そしてこんなところに新世界の魚やお寿司屋さんみたいなのがありまして、近くで見るとやっぱり立派ですよね、通天閣。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。また概要欄より太郎の雑学カフェ、こちらに飛ぶこともできますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。